こんにちは。 Google 認定教育者レベル2の前田です。この動画では千葉県の辻文明先生がお作りになられた自我成功の3次チャレンジに挑戦していく様子を紹介します。今回はクラスコードから生徒を入室に挑戦します。 Google クラスルームを開き、子どもたちを参加させたいクラスをクリックします。クラスタイトルの下にクラスコードというのがあります。ここの鍵括弧で囲まれた表示をクリックします。するとクラスコードが大きく表示されますので、これを子どもたちに伝えます。子どもたちの端末で Google クラスルームを開きます。右上にあるプラスをクリックして、クラスに参加をクリック。このクラスコードに先ほど子どもたちに伝えたクラスコードを入力させます。そして参加をクリック。しばらくすると画面が切り替わり、クラスに参加することができます。教師画面でメンバーを確認してみましょう。前田セカンド君が生徒として追加されています。どうでしたか？子どもたちにちゃんとクラスコードを伝えると、そんなに困ることなく入室させることができると思います。他の方法もあるのですが、まずはこのクラスコードから生徒を入室を試してみるのが良いかと思います。それでは次の動画でまたお会いしましょう。よろしかったらチャンネル登録をお願いします。